弟子屈町公式ニュース。おはようございます。弟子屈町公認アナウンサーの川上亮介です。さあ、先ほどですね、安全祈願祭が無事に終わりまして、まあ、今ね、警察車両見えたと思うんですけども、長らく閉じていた、第三展望台、そして川湯温泉方面のね、この門が、開かれようとしています。なんでそんな格好してるんですか今日。これですか、はい、今日ちょっとね、これから開門されるんですけど、これで行こうかなと思って。え、はい。これ何ですか。これ先日購入した電動キックボードです。まあ、ちょっと電気で走るんですが、弟子屈町すごいもってこいなんじゃないのかなと個人的にはちょっと思ってて、いよいよデビューがですね、まあ、せっかくならこの、まあ、第三展望台に行くちょっとドライブを楽しみたいなと思います。で、開門直後は鹿がたくさんいるみたいなので気をつけてくださいよ。さあ、車の列に並ぶ川上さん、その怪しさから警察の方々にも囲まれましたが、ついに開門です。行ってきます。おー、気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいい。Say hello. Say hello. Just say hello. Say hello. Just say hello.いやー、こんな絶景を一人でドライブするなんて贅沢ですね。気持ちいいです。はい、到着しました。いやー、どうですか。めっちゃ気持ちよかったのと、なんか懐かしい気持ちになりました。左側にはね、硫黄山と奥に屈斜路湖もちょっと見えて、でまだちょっと雪も残ってるから、ちょっと木もなんか白っぽく無表っぽくなってるところも何か所かあって、なんかすごい綺麗だったし、まあなんかいよいよまたここから第三展望台含め川湯温泉にも行きやすくなるなと思いながら、ちょっとニヤニヤしながら乗ってました。嬉しそうにしている川上さんに残念なお知らせが。実は第三展望台の階段がまだ行き解けてなくて、うん、登れないっす。あ、まだ行けないですか。まだちょっと危ないんで、うん、行けないです、上には。そうなんです。せっかく来たんですが、この通り階段には雪がびっしり。もうちょっと雪が溶けるのを待ちましょう。はい、はい、じゃあ、皆さん、また夏の期間この第三展望台楽しんでってください。僕も楽しんで行きます。行ってきます。いよいよ弟子屈町にも春がやってきます。ぜひこれから皆さんも第三展望台に続く道を使ってみてください。